ブエルター・エスパーニャ2009は、ブエルター・エスパーニャの64回目のレース。2009年8月29日から9月20日まで行われた。1997年以来久しぶりとなるオランダスタートとなり。また、第3ステージではドイツを初通過。第4ステージでは、ベルギーゴールと、今まで感じられてきたスペイン国内選手権という枠を打破しようとする試みが見られている。 第8ステージから用意される山岳ステージでは、山頂ゴールもしくはそれに準じるコース設定が5つ、用意され、ダウンヒルアタッカーによるまぐれ価値が成立しにくい、ハードなコース設定が行われた。第12ステージから第14ステージは、山頂ゴール3連戦という過酷なレースとなった。た2つのツールで行われたチーム TT は行われず、初日はプロローグに近い 4.8km の個人。 TT、その後、フラットステージな 30km 個人、TT、10%を超える坂も用意された 27.8km セミ平地個人、TT と、ブエルタらしい、短距離、TT となり、山岳に強い選手が、上位に来やすいセッティングに。その他ステージも 200km 超えが4ステージ、最長距離 225.5km と短い、ステージが多いこと。 休養日が前半寄りで後半中連戦になるのもブエルタらしいセッティングとなった。最終日は例年通りマドリーでの周回コースとなった。昨年の総合トップ3がアルベルト・コンタドール、リーバイ・ライプハイマー、カルロス・サストレは揃って欠場。過去の優勝者も後日のビノクロフのみの出場となった。その他の有力選手はドーピング問題により、 当年のツールドフランス出場を阻まれた、アレハンドロ・バルベルで、同じくツール出場を見送って、当レースに照準を合わせてきたサムエル・サンチェス、イバン・ワッソ、7月のツールドフランスで、総合2位となったアンディ・シュレク、前年のツールドフランス総合2位のカデル、エヴァンス、毎年ブエルタで高成績を収め前回4位と、今回出場組では最高位となるエセキエル・モスケララ。2009年、 治療ツールにて、ゴールスプリント勝負で向かうところ、スプリントステージの優勝争いやポイント賞争いの有力選手と目されるのは、バッテンホールサイクラシックス優勝、エネコズアーで、ステージ3勝と波に乗っているタイラー・ファーラー、チームコロンビアイコール HTC のもう一人の、エーススプリンターアンドレ・グライペル、ブエルタ通算7勝、オスカル・フレーレ、2007年ポイント賞、ダニエーレ・ベンナーティ、 トム・ボーネン、ゲラルト・シオ・レックラ。ただし、ツールと違い度のステージでも、共通のスプリントポイントが入るため、山岳ステージでの成績以では、バルベルデやサンチェスなどの総合優勝争いの選手が、ポイント賞を獲得する、可能性もある。2006年の総合優勝者、アレクサンドル・ビノクロフはドーピングによる、出場停止期間が明けて、アスタナに復帰。 ブエルター・エスパーニャのリーダー・ジャージのデザインは毎年変わるが2009年はポイント賞の色が2008年の青色から明るい緑色に変更された他の3賞のジャージのデザインに変更はなかったなお2008年の大会終了後2009年の個人総合時間賞ジャージが赤色に変更されると主催者から発表されていたが2010年へと持ち越しになり 今年は両サイドに赤い帯が入るマイオーロという形になった。個人総合時間賞、金色ポイント賞、明るい緑色山岳賞、ワインレッド食複合賞、白色開幕はオランダー視線での個人、D、t t カルロス・バレードがスタート台で落ち車するなどのアクシデントもあったが、ファビアン・カンチェラーラが全評判通りの強さで圧勝して、マイオーロをまず獲得した。 道中で、落ち者が、相次ぎ、いきなり今年の厳しさが浮き彫りになった第二ステージは、ゲラルト・ツヨレックが、金差のスプリント争いを制した。第三ステージは、ヘイグレッグ・ヘンダーソンが勝利。コロンビアは、さらに第四ステージで、戦闘集団で発生した落ち者を辛くも回避し、コロンビア4人、クイックステップ3人によるスプリントを制したアンドレ、グライペルが、ブエルテ初勝利。 グライペルは、急速美を挟んだ、第5ステージも制して、マイヨーロをカンチェラーラからダッシュした。第6ステージは、異表のロングスプリントを見せたボルト・ボジッチがものにした。第7ステージは、バレンシアでの個人、TT。カンチェラーラが、またも圧勝。再び、マイヨーロに袖を通した。第8ステージは、今大開発の山岳ステージであり。 主催者が最難関ステージと語る3級3つ、2級3つ、超級ゴール、しかも距離は 200km オーバーという過酷なステージ。残り 3km 過ぎで鮮烈なアタックを見せたダミアーノクネゴが実に5年半ぶりのグランツールステージ、優勝。マイヨロは、僅差で、エヴァンスの元へ。アンディシュリクが、リタイア、アレクサンドルビノクロフも大きく遅れて、 マイオーロ争いから脱落。ダウンヒル得意のサムエル・サンチェスが、まさかの下り落ち者とハプニングの多いステージにもなった。第9ステージは、グスタボ・セサルが、今大開発の逃げ切り勝利。ゴール前のスプリントで、ボーナスタイムを獲得した、アレハンドロ・バルベルデが、マイオーロを獲得した。第10ステージは逃げ集団内のスプリントを、サイモン・ジェランが制した。第ステージは、 タイラー・ファーラーが、悲願のグランツール初勝利。急速日明けからは、山頂ゴール3連戦。第12ステージはライダー・ヘシェダルが、金差の逃げ切り勝利。ビノクロフはここでリタイア。第13ステージは逃げに乗ったダビ・モンクティが、すべての山岳を、トップ通過するという圧巻の内容で、ステージ優勝。カデル・エヴァンスが不運なパンクで大きく、タイムロス。 このステージだけで1分以上の遅れを取ってしまった。第14ステージは、バルベルデが急斜面で遅れ、ここで、いつもの勝てない病発動かと思われたが、自分のリズムで登り続けたと語るバルベルデは、その後イバンバッソ、エバンス、ロベルトヘイシンクを抜き、3位サンチェスから14秒遅れでゴールするという激走を見せた。ステージ自体は、クネゴが2勝目。 第15ステージは25分という大逃げ要人となり、その戦闘集団の中で真っ先にアタックを決め独く状態に持ち込んだラースボームが勝利。第16ステージはタイムオーバーによるスプリントポイント減算処置を受け、マイオプントスがバルベルデからのレンタルとなってしまい、奪還に燃えるグライペルがスプリントを制して3勝目、中間スプリント2つも2位1位で獲得し、 バルベルデから25ポイント差をつけることに成功する。第17ステージは緊迫の展開の末、アントニー・ルーがタイム差なしの逃げ切り勝ち。この日へ、シンクが落ち者したことが後々響くこととなる。第18ステージは、フィリップ・ダイグナンがロマン・クロイツヤガーとの一騎打ちを制して勝利。第19ステージは、フアン・ホセ・コボが絶好のタイミングでの飛び出しで優勝。 第17ステージで落ち車し、怪我の影響の残るヘイシンクが大きく遅れて、マイヨーロ争いから完全に脱落。ゴールスプリントで2位に入り、ボーナスタイムマイナス12秒を獲得したバルベルデの総合優勝が大きく近づく。最後の個人、TT となった第20ステージは、デビッド・ミラーが、久々のグランツールステージ優勝。決して得意とは言えない。 TT を2位サンチェスからプラス31秒でしのいだ。バルベルデの優勝がここでほぼ確定する。エヴァンスもコモンウェルスゲームズ TT チャンピオンの意地を見せバスを上回り表彰台に滑り込む。最終第21ステージはグライペルが制して優秀の美を飾った。6月12日に21のチームが招待されることが発表された。 18の UCI プロチームのうち、チームカチューシャとフジセルベットが除外されたが、その後の CAS の裁定により、フジセルベットの出場が認められた。これによる他チームの出場取り消しは行われず、22チームの参加となった。ありがとうございます。